クラシック龍の CPU レベルマックスだったらさ、コンボとかガンガンやってくんじゃね。対戦を見ていきましょう。あ、龍身長俺と一緒じゃん。これはくしくも同じキャラを選択、負けられない戦いとなった。戦いの中に答えがあるんだ。飛びとか落としてくるかな。さあ、ファーストラウンド。うわ、落としてくる。していきましょう。うわっ、おい、なんでこいつふざけんな。めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い。なんで俺知ってんだてめえ。こいつ俺より知って、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い。ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド開幕、ジャンプ攻撃を仕掛けていく。うわ、いいっすか、いいかも。マイステップ飛びながら全貌されるじゃん。壁際の保ち飛ばせるためか、おい、なんでそれわかんね、強すぎだろお前。継続している、追い詰められてしまった。ここで飛んでいる、残りわずかな回復、ドライブゲージに目。うわ、うめえ、そこで投げくんのマジでうめえ。絶対勝つ、絶対勝つ。おい、これでさ、竜のコンボ、竜のコンボいち早く俺が学ぶわ。ドラマが生まれるのか。飛びは通さない。ここでオーバードライバーツ、これを混ぜることでリズムが変わる、重圧がかかる。ここは飛びの、それ何ね、それ何、それ。相手を壁にで、それ緑色のやつ何。壁に追い詰める時間を食る。レイヤーは体力状況は厳しい。おい、ざけんなてめえ。うますぎるだろお前それ。なんでそんな熟知してんだよ、まだ発売してねえのによ。アケコン持ってきても絶対勝てねえよこんなの。俺の知らねえ要素これ、何これ、強い。しかもこいつ投げとさ託してきやがる。あまりにも危険な地上戦が続く。弾を使ってドライフラッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。しかも全然飛んでこねえ。うまく投げていった。ダウンから大差ないぞ。試合の後半戦、ここからどう組み立てていくか。中足はどうだ。先に仕掛けるのはどちらか。あ、もったね。中足がヒット。うわー、うぜえ、てめえこの野郎。絶対やられた。プレイヤー2、同キャラ戦をくぐり抜けた。おい、なんちこいつ、ちゃんとヒット確認とかさ、投げのさ、タックとかやってるんだけど、こいつ誰のコピーだよ、おい。強すぎだろ。ダウンから弾で状況に変化をつけるか。ここで飛びが通る。それやめてマジで。うますぎるってね。そんなコンボお前さ、発売前に誰にいつ勉強したの。最先の良いが、ここはうまくチャージした。さあ、飛びがきっちりカードで対応。うま、焦らずどっしり構えている。ジャンプ攻撃はガードさせた側が有利。うわー、お前それやめろ、それやめろ。そんなの反応で出すんじゃねえよこの野郎。それ反応で出しちゃダメだろ。しかも中盤ちゃんと重ねてきてるし、うざ。これでリーチノリノリだ。画面端、あー、ダメだね。これは良いダメージになった。やり込みの賜物。プレイヤー1、わずかな体力だがドライブできれば勝機はまだある。弾を打つ。くっそ、はい、切れた、マジで。おい、これちょっとトレもこもるわ、トレもこもって、こいつマジで殺す。今度はこっちのターンか。ダメのリスクは回避する。ジャンプ攻撃を引っ掛ける。さあ、ダウンから。大きな体力差になったがドライブ、これは俺のが変。くっそ、
ダメージのチャンスになる。コンボカウントしてフィニッシュまで。お見事。強い。マジで強い。これが攻撃と防御は？なんか EX ゲージみたいな。ドライダッシュで前に出る。ここで飛んでいる。ラッシュするか。こっからの逆転の青写真。うっせマジ絶対ぶっ殺す。こいつマジで殺す。こいつマジで殺す。おいちょ待って、30分取れもこもるわ。切れた。コンボさ覚えればワンチャンある。飛び道具はリスクは高いが壊れなければ最強の地上技となる。これまでの動きから容赦は何を感じ取ったか。さあワンチャンスで倒せるタイミングが近づいてきた。地上技で差し合う距離。うわふざけんな。強すぎだろ。見えていたか。流れは変わるか。波動拳ちゃんとして。この距離は弾飛ばれなければ中ドライ。いや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 。でこの後丁寧に有利を継続している。投げて。クソコパワシやつやつ。試合を動かしに行く。マジで強え。中足長えわ。すげえ。面白い強くて。このレベルはガチ勢おるかプロですら苦戦するレベルさ。そうなんだ。強いよね。ハイタに期待苦戦してた。でも勝つんだ。すげえわ。だってこれ相当なる速度じゃない。普通に大会出したら勝ち上がるレベルって言われてる。立ち中パン立ち中パンドライブラッシュ立ち中パン立ち中パン竜巻旋風拳。オッケー。なんでそのコンボの精度はや。おいしかも中パン合わせてくんだけど。おい梅原大吾じゃねえかこいつマジで。俺がエボリューションで負けたさ、パンダ TV より強えぞマジで。先に一本もぎ取った。この一本まで状況に変化をつけるか。プレイヤー2壁のプレッシャーを使えるか。さすがに受け止めながら。なんでそれでそこ出せんの。プレイヤー2丁寧に有利を継続している。いつか絶対ぶっ殺すこいつ。こいついつか殺すこと誓う。俺はガイルで殺す。うんこしてくるわ。いやガイルで殺すマジで。今は負けを認めてやるよ。ただ俺がガイルを使った日には暁にはこいつを確実に誇る。なんかでもおもろいね。ファイブより良さそう。